ゴッド・オブ・オーは2018年4月20日にソニー・インタラクティブ・エンタテインメントより発売されたコンピュータゲームソフト。略称は GOW。ゴッド・オブ・オーシリーズの作品だが、ゴッド・オブ・オー3でギリシア神話の神々との戦いを描いた三部作は完結したため、本作は舞台やストーリーを一新した新たな物語の一作目となっている。物語自体は、 本作のみで一つの区切りがついているが、北欧神話の主審であるオーディニア有力な神である、トールは頻繁に名前が言及されるものの直接登場はせず、世界の終わり、ラグナロクの到来が近いことを示唆しつつ終わっている。リメイクやリマスターではなく、ストーリーやゲームシステムも完全新作だが、北欧を舞台にした新たな物語ということで、ナンバリングをなくし、タイトルもシンプルに、 ゴッドブオブーとしている。ギリシャ神話の神々への復讐を果たした。クレートスは北欧の地へと流れ着き、そこで新たな家庭を築き、平和な日々を送っていた。しかし突然、最愛の妻、フェイを亡くしてしまう。イカヨー級界をで一番高い山の山頂から巻いて欲しいという彼女の遺言を果たすため、クレートスは息子のアドレウスと旅に出る。様々なメディアによるレビューを集めた。 メタスコアは95点を獲得している。ザ・ゲームアワーズ2018では、ゲームオブザイヤー、ベストゲームディレクションを受賞。またベストナラティブ、ベストアートディレクション等にもノミネートされた。ありがとうございます。